オペラの漫画。私は奏、日本一の金持ち学園ソプラノ学園に通う高校生。季節は秋、食欲の秋。うなぎが入ったおにぎり、おいしそう。あんたが食べてどうすんの。選手宛ての差し入れでしょ。ボールを投げた彼女はマネージャーリーダーのラムちゃん。私たちはこのソプラノ学園のバスケ部を支えるマネージャーなのです。お、今日の差し入れはうなぎにぎりか。ひゃー、少年団様が来たわ。こちらは我らがバスケ部の人気メンバー、通称ソプラノ少年団。イケメン御曹司4人組で、お金も見た目もそして運動神経も備えたチート集団。俺様御曹司のアルト君はとにかく派手なプレーが好き。シュートはスリーポイントしか狙わねえ。王子様キャラの成田君はドリブルの神。誰もボールを奪えない。繊細なプレーが好きなんだ。クールなイケメンカイリ君は体力がズバ抜けてる。もう一試合やってもいいぜ。お金大好きカジノ君は最悪、これで勝てるから絶対ダメなやつ。お疲れ様でした。おにぎりをどうぞ。食いしん坊の奏からおにぎりを守っておきました。こちらはマネージャー仲間のルリカちゃん。さすがルリカだな、頼りになる。守ったのは私ですけど。一方奏と来たら差し入れのチョイスが貧乏臭いんだよな。この前はなんだっけ、しじみの味噌汁。はあ、しじみの味噌汁を選ばせたのってルリカじゃなかった。なんで奏のせいになってんの。最終的に注文手続きしたのは私だしね。納得いかないわ。ルリカって私がした仕事も全部自分がしたみたいな顔でやるし、ずるくない。そうなの。でも私のチョイスが貧乏臭いことは否定できないよ。だって何を隠そう、我が家は超貧乏。お母さんのしじみ汁はごちそうだよ。棚の腰に乗ってお母さんを助けるために金持ち学校に通っているものの、貧乏を笑われる日々。少年団の感覚が贅沢すぎるのよ、このわがまま御曹司め。だけど我慢だよ奏。なぜならマネージャーを引き受けたら選手用の高級差し入れを分けてやろう。差し入れを餌にスカウトされマネージャーになったのです。今日はうなぎおにぎり。でもやるからには一生懸命やるからね。悔いのない全国大会を過ごしてほしいし。え、今光った。大丈夫か。ごめんなさい、つい。いや別にいいけど、雷怖いのか。はい。なになに、ラブイベント発生中。いいな。よし、じゃあ私も。雷怖いよ、助けて。アルトさん危ない。何すんのよ。ルリカちゃん大丈夫。体を低くしておけば雷に打たれることはないから。そもそも屋外だから打たれることはないんだけど。ちょっと邪魔してんじゃないわよ奏。すごい嵐だね。私たちは向かいの車があるからいいけど、奏はどうするの。まさかこの雨の中歩いて帰るのか。大丈夫だよ、シャワー浴びながら帰れて一石二鳥だよね。はい。危ないからやめなさい。カバンの中身もびしょ濡れになるんだからね。それは困る。ああ、貧乏人はかわいそうだな。ま、でもそうだな、お願いされたら俺のハイヤーに乗せてやらないこともないぜ。どうする。ダメ、それは絶対阻止する。カナデ、私の車に乗れないよ。マネージャー仲間なんだしさ。ルリカちゃんもお迎え来るの。もちろん、私だってソプラノ学園に通うお嬢様なんだからね。貧乏人を乗せてあげるなんてルリカちゃんは優しいね。アルト様と奏の中を邪魔したいだけじゃないの。残念ながら向かいの車は来ないっぽいに。校長先生、どうしたんですか、びしょ濡れじゃないですか。雨水が溢れて学校前の道が冠水したから、徒歩だろうが車だろうが通れないっぽいに。学校に一晩泊まることをおすすめするぽいに。どうしよう、帰れないなんて困る。大丈夫ルリカちゃん、アルト様とお泊まりきた、ラブイブチャンスきた。サム様の話、なんでバスケ部のマネージャーになったかって、アルト様とお近づきになりたいからだよ。少年団様のスカウトで入ったラムと奏と違って、私は学校中の女子たちを押しのけてバスケ部マネの座を勝ち取ったんだからね。
嵐は怖いけど、マネージャーとして選手の皆さんをしっかり守ります。お、マネージャーの鏡だな。このチャンス絶対逃さない。アルト様との距離を縮めるんだから。ルリカちゃんの言う通りだ。選手たちの身を守らなきゃ。ということで、私たちは体育館から少年団室と呼ばれる VIP ルームへ移動した。こんな部屋あったんだ。少年団様ってやっぱりすごい。何でもあるから朝まで飽きないやん。一晩中ゲームするぜ。学校への高額寄付金で作ったと噂の部屋はこれか。え、今の音何？私のお腹です。おいおい、確かに腹減ったけどさ。あれ、でもご飯どうしよう。買いに行くのも配達も無理でしょ。それなら確認したから大丈夫だよ。地下倉庫に非常食がたくさんストックしてあるって。え、地下って誰も行きたがらない場所だよね。暗くてジメジメしたイメージだ。謎の生き物が住み着いてるって噂だよ。やだ、僕は絶対行かないからね。でも誰かが行かなきゃいけないから。私が行きます。マネージャーリーダーだし。じゃあ俺も行く。ダメです、大会前なのに選手に何かあったら。じゃあラムに何かあったらどうするんだ。え、私はマネージャーだから。俺が守りたいから一緒に行く。あ、カイリ様。キャン、私もアルト様とそういう展開したい。私も行きます、マネージャーですから。でも本当はとっても怖くて。じゃあよろしく、ゲームして待ってるわ。私も一緒に行くから。何かあったら守ってあげるから大丈夫だよ。うまいじゃねー。かなでちゃんが行くなら僕も行くよ。守ってあげるからね。はあ、俺が行くから成田必要ねえよ。やだ、一人にしないで。なんでそうなるの。結局みんなで行くことになりました。そしてやってきた地下フロア。電気もっと明るくならないの。ならないみたいだな。っていうか俺の腕から離れろ。やだやだ、誰かお金渡すから明るいライトに変えて。お金持ちでもどうにもできないことがあるんだね。大丈夫か、ネズミでもいるんだろう。ネズミ、それはそれで怖いわ。なるほど、分かってしまった。これは肝試しラブイベントなんだ。今の雷近くなかった。なんかいる、怖い。どうして逃げるの。ルリカちゃん後ろ。こっち来ないで。え、何、私の後ろに何がいるっていうの。助けて。どうしたプニ。なんだ、プニ校長か。なんだとはひどいプニ。僕も家に帰れないから校長室に泊まっているプニよ。せっかくのラブチャンスを返せ。何するプニ。ルリカちゃん落ち着いて。食料調達の後は家庭科室でいざ調理。材料はレトルトのお米とカレー、それに缶詰。って、なんだこのご飯、硬いぞ、腐ってんのか。そのまま食べるものじゃないよ。そんなことも知らないのかい、アルト。カレーはそのまま食べれるんだよね。ダメだよ、温めて。さすが御曹司たち、自分でご飯の用意したことないんだね。実は私も料理したことないんだけど。ラムちゃんもお嬢様だもんね。動画見ながらならできる気がする。できた。でも見栄えはすごく悪い気がする。具もないし。ラムが作ったカレーうまい。本当ですか。毎日でも作ってほしいぐらいだ。喜んで。またもや分かってしまった。これは女子力アピールタイムきた。私料理は得意なんです。頑張って作るから食べてほしいな。確かにルリカは得意そうだよな。楽しみにしてるぜ。はい。なんてね、料理したことないからできません。いつもの手柄横取り作戦でいきます。よし、カレーライスできたよ。お疲れ様。あとはルリカがするから奏は休んでていいよ。皆様お待たせしました、スペシャルカレーライスです。あ、すっげー美味しそう。ルリカちゃん料理上手なんだね。いや、それ奏が作ったやつでしょ。あ、うまい。
ラムのカレーと違って具が多いな。どうやったんだ？どうやったんだっけな。どうしたの？自分で作ったんだからわかるでしょ。もちろん。これはね、非常食の缶詰を使ったんだよ。大事な大会の前だもん。少しでも多く栄養をとってもらわないと。缶詰？そうだよ。ツナ缶カレーとサバ缶カレーがあるから好きな方を選んでね。これでタンパク質も効率よく取れるから。なるほど、非常食の缶詰とレトルトカレーを組み合わせたんだな。お好みでライスもパンも選べるよ。非常食なのにカレー屋さんみたいだな。じゃあこのカレー、かなでちゃんが作ったんだ。さすがだね。限られた材料でご飯を作るのは私の日常だからね。貧乏スキルがこんな時に役立つとはな。私の手柄になるはずだったのに。横取りされたよ。いや、横取りしようとしてたのはあんただから。ご飯の後は就寝時間。食ったら眠くなったな。しかしここで一つ問題が。少年団室にはソファーやベッドなど眠れる場所が全部で4つ。だけど今ここにいるのは7人。私は寝ないから大丈夫です。ずっと起きてるか、もしくは床で寝ます。選手を差し置いてマネージャーが寝るわけにはいきませんから。ダメだ、寝ろ。俺のベッドを使え。そんなのダメです。選手が寝ないと。じゃあ俺も寝れば問題ないだろ。え、それはそれで別の問題が。なんだよ。あ、いや、その。ラム羨ましい。私もアルト様、安心してください。私が起きてお守りしますから。おお、よろしく。いや、一人で寝るんかい。じゃあ、かなでちゃんは僕の隣においでよ。は？かなではこっち来い。これは俺の命令だ。命令なの？一人じゃ怖いよ。ルリカちゃん、一緒に寝て。ということで、私はアルト君と寝ることに。どうしてこうなるの？でも、みんな寝れることになってよかった。それにしてもこのソファー、すっごいふかふかだな。きっと高価なソファーなんだろうな。これならすぐにぐっすり眠れ。ないんだけど。背中にアルト君の感触が。私どうしてこんなにドキドキしてるの。アルト君はもう寝てるかな。寝てるよね。寝顔を見てみたいような。緊張するけど、でもちょっとだけ。いや違うんだ。ごめん、髪の毛邪魔だったよね。縛って寝るね。じゃあこれは、髪の毛綺麗だなって思って触っちゃった。ごめん。いいの、嫌じゃないよ。アルト君なら。俺なら。停電？今の雷のせいかしら？もう助けて。暴れるな。まあそのうち復旧するだろう。そうかな。ブレーカーの安全装置が働いて停電したんだとしたら、あげないと復旧しないよ。でも電気設備室って園庭の先にあるでしょ。さっき窓から見た園庭は池みたいになってたよ。じゃあ無理だな。朝まで暗いままで過ごそう。いやー、怖いよ。やだよ。怖がりすぎだよ。大丈夫だって。誰かブレーカーあげてきてよ。あれ、これってもしかしてラブイベチャンス？だってもしさ、水に流されそう。でも私がブレーカーをあげるんだから、みんなのために。でもやっぱりダメ。ルリカ、こっちだ。大丈夫か？アルト様、俺たちのために無理しやがって。心配しただろ。ごめんなさい。だっていいんだ、何も言うな。二度と話さないから安心しろ。アルト様、いい、この計画いい。皆さん任せてください。このルリカがブレーカーを上げてきます。え、でも別に電気いらないって話になったんじゃ。行ってきます。ルリカちゃん、外は危ないよ。いきなりどうしたんだあいつ。バカなことしなければいいんだけど。
しかしその後30分経ってもルリカちゃんは戻らず。私見てくる。行くな、カナダ。遅すぎるよ。何かあったんだと思う。校舎の出口まで行くと、そこはもう水で溢れていました。ルリカちゃん、どこにいるの？あ、立ち上がれない。水の勢いが強すぎるよ。ダメ、流される。カナダ、こっちだ、捕まれ。アルト君、ありがとう。危ないから行くなって言っただろ。でもルリカちゃんが。あいつなら大丈夫だ。実はさっき、遡ること数分前、ルリカちゃんは私とは別の出入り口にいました。水すごすぎ。アルト様が来たの見えたら、あいろ。アルト様と仲良くなったら、今度は二人っきりでお泊まり会かな、なんて。ん？うわ、水がこっちまで来てる。すごい急で水が増えてるんだ。もう少し離れよ。うわ、廊下からも水が流れてきてる。もしかして別の入り口から水が入ってきてる。どうしよう、私どこに逃げればいいの。誰か助けて。ルリカちゃん、ブレーカーはそっちじゃないよ。ロープを伝ってこっちに来い。全く意味ないことしていたけど、まあ無事でよかったよ、ルリカちゃん。いや違う。はあ、なんでアルト様が来てくれないの。なんであんたたちなのよ。アルトなら奏を迎えに行ったよ。また、どうしていつもルリカじゃなくて奏なの。そういうことだろう、察せよ。ルリカちゃん、マネージャー頑張ってくれてると思ってたけど、全部下心あってのことだったってことだね。しまった、思わず本音が。ラムからルリカはぶりっ子だって聞いてたが、そういうことだったか。アルトを好きなのはいいけど、迷惑行為はやめてくれる？僕を守ってくれると思ってたのに。いや、私は本当に選手のために頑張ってるだけで。もう頑張らなくていいぞ。アルト様、なんで金で抱いてるの？自分の欲のために他人を危険にさらす奴はマネージャーやめろ。そんな、ルリカちゃん無事でよかった。よかったってね。元はといえば奏がアルト様と仲いいから、私がこんなことになったんだからね。私が悪かったなら謝るけど、それでも選手たちを危険に巻き込んだのはダメだよ。もし彼らが災害に巻き込まれていたら、びしょ濡れになったせいで風邪ひいて全国大会に出られなくなったら、ルリカちゃんは責任取れるの？それはアルト様と仲良くなるのが目的だったけど、でも大会頑張ってほしいって気持ちもちゃんとあって、私は。その後は暗い中、嵐が過ぎるのを待ち。怖かったよ。泣きすぎだろお前。無事に朝を迎えて、私たちはそれぞれに帰宅。そして迎えた全国大会。ソプラノ学園スリーポイント。少年団の4人は悔いを残さないプレーができたみたい。お疲れ様でした。ドリンクとタオルどうぞ。サンキュー。ルリカちゃんはあの後もマネージャーとして活躍中。あの一件で心を入れ替えたようで、今は純粋に選手のためを思って動いているから、少年団からの信頼も取り戻したみたい。そして私はというと、約束の全国大会を終えたのでバイト生活に戻ろうと思いつつも、アルト君がプレイするの見るの楽しかったな。アルト君、大会お疲れ様。すごい活躍だったね。まあな。カナデはマネージャー辞めんのか。うん、まあね。俺はお前にこれからもいてほしいと思ってるけどな。うん、誰かのためにやってることが自分のためになってたりね。奏でです。ラムよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。ソプラノ少年団がバスケ部か。ちょっと意外よね。5人目のプレイヤー気まずくないのかな。そう言われれば影薄かったわね。逆にすごい人かも。よかったらみんなも動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また会いましょう。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だ。勝ったら明日いいことがあるかも。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。
明日も見てくれよな。